はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、西日本 JR バス発足30周年記念トミカです。はい、しっかり見ていきます。このトミカは西日本 JR バス発足30周年の記念トミカだね。車種は三菱ふそうエアロキングです。正面から見るとこんな感じだね。ヘッドライト部分はシルバーの塗装になってます。で、ナンバーもしっかりプリントされてあるね。ちょっと見づらいから拡大してみようかな。こんな感じだね。なにわナンバーだね。でもなにわの輪が歯になってるね。こういうナンバープレートあんのかな。うん、リアの部分も同じナンバープレートだね。で、運転席側の側面はこんな感じです。 JR ハイウェイバスってプリントされてあって、ここにも西日本 JR バスってプリントされてあるね。で、カラーリングもすごい綺麗だけど、この辺りのエンジンの排気ダクトなのかな、この辺がすごい細かくプリントされててかっこいいね。で、後ろの方はこんな感じだね。 JR ハイウェイバスってプリントされてあって、ナンバープレートもしっかりプリントはされてます。で、反対側の側面はこんな感じだね。 JR ハイウェイバスとか西日本 JR バス、この辺のプリントは同じだね。で、ここの部分には出入り口とか締め切りクローズ、しっかりプリントはされてあります。で、ルーフの部分は特に何も装飾はないね。ホワイトの塗装になってます。で、タイヤはサスペンションは特についてないです。で、可動部分はその他ないね。で、窓ガラスはこのフロントからサイドにかけてすごく綺麗な感じでできてるね。だけどちょっと残念なのはこの1階部分の窓ガラスは、これはボディのダイキャストにブラックで塗装されてあるだけだね。で、運転席はこんな感じだね。で、座席とかもすごく細かく作られてるね。で、裏の方は三菱ふそうエアロキングナンバー42番の2015年の写真になってます。箱の方は正面のパッケージに特注トミカの写真だね。西日本 JR バス発足30周年記念トミカだね。で、ここに西日本 JR バスってプリントされてあります。で、側面はこんな感じだね。で、裏の方はこんな感じだね。発売元は西日本 JR バス株式会社になってます。はい、今日は西日本 JR バス発足30周年記念トミカ三菱エアロキング紹介しました。で、この特注トミカでいいなと思ったところは、全体的にカラーリングがすごく綺麗だね。だけどちょっと謎だったのは、ナンバープレートが何派ナンバーっていうね、和ではなくて派にしてるのはあえてそうしてるのかな、ちょっと謎だね。で、この特注トミカは西日本 JR バスのオンラインショップで買いました。定価は900円プラス送料だね。で、すごい人気で完売しちゃったよね。で、これから手に入れたいなと思う人はやっぱりこういうのもオークションになってくるのかな。オークションだと1つ2000円弱ぐらいで取引されてました。またバスイベントとかで再販されるといいね。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方お願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。